ボン選手からヒロクさんも法的措置を取ってるかもと X で発言ましたが、仮想なし、来いや来いや。いやー、だからなんだろうね。それで僕が削除するというふうに多分思ってしまったのだとすると、相談相手が良くなかったんだと思うんですよね。その、僕、もともとその、裁判所の判決すら従わないようなクズ野郎じゃないですか。だから、で、しかも日本国内にもいないやつが、なんかその、法的措置を検討しますって言って、削除するわけないでしょ。あれ、ひろゆきですよって、多分ね、ネット多少わかる人がいたら、アドバイスしたと思うんですよ。だから、いやー、なんか、そういうアドバイスをする相手が、一人もいないんだなっていう。この人何十億見倒してるんですよっていう。でもね、一人ぐらいはね、アドバイス、その、クズ相手にしてもしょうがないでしょっていう。だから、なんであれで、その、なんか、プラスになると思っちゃったのかなっていう。だどう考えても、なんか、逃げるだけでしょ、あんなやつっていう。だから、なんか、それをこう、あれでじゃあ、なんか、反省し削除しますって、なると思ってやってんのかなって。で、結果として、そのなんか、スポーツ新聞とかに上がって、その一般の人たちも、そのなんか、削除しろっていうのを、萩生田さんがなんか、争ってるっていうニュースになっちゃったじゃないですか。だからね、すげえなと思ったのが、その、萩生田さんってもともとその安倍さんと仲良くて五人衆と呼ばれていて、要するにその安倍さんの下の五人衆で、その次期総理大臣と呼ばれたこともあるぐらいの人なんですよ。要するにその日本のトップ総理大臣になる可能性があるとも呼ばれた人が、その戦う相手が、フランスでビール飲んでるおっさんっていう。いや、なんか、戦いというのは同じレベルのもの同士でしか行われないのだ、みたいな、カンガルーのボクシングしてるアスキアとかあると思うんですけど、TBS と戦うだったら、その、やっぱ、萩生田さんが TBS と戦ってるみたいなので、さすが萩生田さんみたいなのが多分あると思うんですけど、ひろゆきっていう、なんか、個人っていう、そことこうやり合うっていう、むしろその、なんか、レベル下がりすぎじゃないですか。そこでいいのっていう。だからこれがさ、僕がどっかの政党の党首とかであれば、まだいいんですよ。そのなんか、政党の党首と、そのなんか自民党の重鎮が争いますだったら、政党同士だから一応なんかそれなりのポジションだけど、どうでもいい一般市民個人、なんか職業肩書き YouTuber とか書かれるような人と、なんか同じレベルで戦うっていう、大丈夫っていうところがなんか、なんでそんなにレベル下がったところで戦ってんのかなっていうの不思議なんですよね。もうちょっとなんかそのテレビ局と戦って勝つとかやればいいのに、仮に僕がさ、裁判でさ、負けたとするじゃん。でもね、何にも変わんないよ。要するにその、じゃあ僕が裁判で負けました。僕がツイッター削除しました。でもね、多分裁判の判決せんのに、1年とか2年かかるんですよ。じゃあ2年後にさ、僕が削除したとしてさ、もう、萩生田さん、どうなんの？選挙受かんの？もう誰も覚えてないよ。で、多分、ひろゆきまた負けたんだ。で、多分、一般的にももう終わりで、別にひろゆき新たな判決負けるとかなったとしても、多分ね、ニュースには多少なるけど、あっそ不運なんですよ。別になんかこう、ひろゆきは裁判で負けるような人だと思いませんでした。幻滅しましたとかならないでしょ。もう多分負けのその30件が31件目になりましたみたいなので、またやってんな、あいつっていうぐらいなので、なんで僕なんっていう、なんかもっと面白い人と戦えばいいのにっていうね。